アルバート・グッド・ウィル・スポルディングは、アメリカ合衆国イリノイ州バイロン出身のプロ野球選手、プロ野球監督、企業家、右投げ右打ち。アメリカプロ野球早々期に6年連続最多価値を上げる活躍を見せ、スポーツ用品メーカーである、スポルディング社の創始者でもある。1865年、15歳の時に、ロックフォードのユースチームに参加して、野球を始める。 当打にその才能を見せたスポルディングは、当時アマチュアチームだったロックフォードフォレストシティーズに2年間所属した、あと1871年にボストンレッドストッキングスに入団、プロ野球リーグへ参加した。レッドストッキングスは、当時の野球リーグであるナショナルアソシエーション加盟チームの中でも最強を誇っていたチームで、 レギュラー投手だったスポルディングは1871年から1875年の5年間で205勝もの勝ち星を挙げ、打つ方でも打率3割を超える成績を残していた。当時レッドストッキングスのほぼ全ての試合で投げていたスポルディングは1874年は71試合で52勝16敗、1875年も年間約80試合のうちの72試合に 登板し、55勝5敗で2年連続で50勝という、とてつもない投手成績を残した。選手として活躍する一方で、スポルディングは、スポーツ用品のビジネスを手掛けていた。彼の会社、AG スポルディングブラザーズは、野球の普及とスポーツ用品の宣伝を兼ね、1874年に、イギリスとアイルランドへの野球普及のためのツアーを、行っている。 また一方で野球の公式ルールガイドなど野球に関する出版物の発行などもしていた。1876年にナショナルリーグが創設されるとスポルディングはシカゴホワイトストッキングスの監督兼任選手として迎えられる。1876年4月25日のルイビルトの試合ではナショナルリーグ史上初の完封勝ちを記録。 この年の投手成績は47勝12敗、防御率1.75で、ナショナルリーグ最初の最多勝利投手にもなっている。1872年から1876年までの年間平均勝ち星は46以上と選手として最盛期を見せていた。しかし、それまでずっと肩を酷使してきた反動からか、翌1877年は故障で4試合に、 登板しただけで、主に内野手として、試合に出ていた。1878年、スポルディングは、スポーツ用品メーカーの仕事に専念するために28歳の若さで、野球選手を引退する。わずか7年で252勝65敗であり、勝率は、795という歴代最高の記録である。打撃でも、通算打率、313を記録した。 スポーツ用品のビジネスでも成功したスポルディングは、1882年から1891年の間、選手として所属していた、シカゴホワイトストッキングスの理事長職を務める。シカゴは、スポルディングの経営のもと、10年間で5度のリーグ制覇をする強豪チームになっており、スポルディング自身も野球のイメージの改善のため、ギャンブルやヤジの排除などに奔走していたそうである。 また1888年から1889年にかけてスポルディングはシカゴの選手たちを率いてハワイ、オーストラリア、エジプト、イタリア、イギリスと当たる野球普及のための周遊旅行スポルディングのアラウンド・ザ・ワールドツアーを行っているエジプトではピラミッドの一つをバックネットに見立ててゲームをしたそうである1905年スポルティングは 野球期限調査委員会を設置2年後の1907年にベースボールは1839年にアブナーダブルデーがクーパーズタウンで考案したのがその期限であるとする発表を行うこの説は当時国民の多くの支持を得たがヘンリー・チャドウィックら一部歴史家が徐々にこの説に異議を唱え始め後にダブルデーが当時クーパースタウンにいなかったことが判明 説は否定されることになる。スポルディングは1915年、サンディエゴのポイントロまで死去。野球殿堂創設後の1939年に発展貢献者としてアメリカ野球殿堂入りした。ありがとうございます。